遅れるな。部下のつまみ食いは許さない。はしたないですね、金吾さん。乱世の今をお伝えする突撃花娘の戦場聞き込み。さあ、今日も足軽さんたちの日常に迫りたいと思います。自分たちのここを見てほしいと思うところは。やっぱおにぎりはどうかな。だって毎回変えなきゃ飽きちゃうだろ。それは知りませんでした。ピアコロヌスと呼ばれた巨大魚だ。返せよ。つまむか、つままれるか、ドキドキが醍醐味だね。あなたの大将の今日の動きを見てどうですか。相手の大将と相性が悪いね。まあまた悪い癖が出なきゃ飯の時間までにはケリがつくかな。違う、魚の鍋入りはもっと後。あなたはどうして今のこのお仕事を。大将のあの人の笑顔が見てえからさ。つまんだ数だけ強くなれるかな。これはすでにつまみ食いの域を超えてる。誰もいない。つまみ食いだけの美味しさってあるよね。あなたが今までにした戦場での失敗は。起きたらもう戦が終わってた。あ、いいか、なんで誰も起こしてくれないの。この軍に入ることを決めた理由は何ですか。そうね、平日に休めるところかな。天海様、あの強そうな人こっち来ちゃうよ。相手の大将が強すぎると思いませんか。相手が強いとか弱いとかそんなの関係あるのかい。足軽の美学ってやつにさ。食べ過ぎるとつまみ食いじゃないの。金吾さんの通った後はペンペン草もなんとやらですよ。鍋の用意ができたよ。味付けは間違いないでよね。私も鍋の具材でも狩るとしましょうか。僕はこれに命を懸けてるんだ。皆さん、勇気ある彼のために念仏を。自分たちのここを見てほしいと思うところは。大将を移す時の技かな。正面から寄ったり、あとたまに技で揺らしたりするといい絵になるよね。なぜ将軍の許可なしに勝手に猫を入れないでよ。見事の白図三つの。この戦では足軽としてどんなお仕事を。大将の、天海様の下すご指示がいちいち的確すぎても。足軽に必要な技術、才能を挙げるとすれば。一番はこれを仕事だって思わないことだろうね。趣味でやってる。そう思えば失敗しても気にならないさ。やだ、殴る玉。さあ怯えろ、豊臣軍の力に。あなたの最後の顔しかと見届けましたよ。この戦では足軽としてどんなお仕事を。ほら、門がバーンって開くでしょ。あれ俺、せーのでバーン、開門だよ。今の軍で不満に思っていることは。
人形合体？残業してまで練習したくないっつうか。君はきっと誰からもぶざれないんだね。豊臣に勝るなどという不敬な夢からは覚めたか。すみません、お休みの日は何を。俺はあなたを愛したい、あなたを慈しみたい。さあその心をさらけ出し、私と共に微笑み合いましょう。寄せ鍋とは、好きな臓物を入れてこそ初めてそう呼べるのですよ。あなたはお優しいですね。配下が心配なのでしょう。あるいはそう、あなたのお強き主よりも。私にとって最も上にあるのは秀吉様だ。そんな戯言一つで私の封を解けるとは思うな。一日大将になれるなら何をしますか。天下統一とか。あなたはどうして今のこのお仕事を。子供の時かっこいい足軽さんを見て憧れたんだ。ああやってくれるかな。そうなんですね。自分たちもここを見てほしいと思うところは。いかにも足軽って感じの走り方、あのドタバタ具合ね。俺は3年かかったかな。事情がありましてね。私はいつも一人鍋です。あなたがそれは無理だろうと思った人形合体は。あの滝つ。そうだね、今日の鍋気分は。よし、あれで行くよ。味噌は古くに限る。死んだか。私への憎しみはどうした。渓流のように凍った醤油でしょ。魚だって滑るよ。あなたの帰りを家で待つご家族へ一言。母ちゃん、お空のどっかで浮いてくれてるかな。俺こんなに立派になったんだぜ。これがランク。君たちの恩恵を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 素材と母ちゃんは泣かすなよ。何これ、ちょっとわざとマスクしてるでしょ。あんたのところじゃねえんだから。好みの味なんて知るかよ。塩だけでご飯も野菜もいくらでもいけるんだよ。もう鍋曜日が台無しだよ。そっちこそこの味がわからねえなんて素人が。この軍に入ることを決めた理由は何ですか。俺は天海様という強い味方が。あれ、てか、ごめんなさい。普段どんなことを考えながら戦っているんですか。暇だから目安箱の当初ネタを考えてるかな。そして戦なんてあっという間。足軽ならではですね。これだけ店があればあらゆるお味噌汁が作れるよ。私の目を盗み沢山へと入り浸っていると聞いた。一体何を企んでいる。サコ君が遊んでいけって言ったから。僕まったくこれっぽっちも悪くないよ。すみません、誰かお話聞かせてもらえますか。足軽に必要な技術、才能を上げるとすれば。大将の体調次第で王冠の中身を変えることさ。そんでつづらの中にそっと置いてる。その
心遣い。この戦で足軽としてどんなお仕事を。まあ強いて言えばなんとなく走り回ること。なるほど。見よ、豊臣が勝負。石の肉材の力をいくら食べても明日の朝には腹が減る。人生を感じるが王の名にふさわしきはただ一人、秀吉様だけだ。自分たちのサワンの期待を裏切るな。俺らの光を焼き付けな。ここを見てほしいと思うところは、やられ役をする、大将を守る、両方やらなくちゃならないのが足軽の辛いところだな。ちょっと僕弱いんだからちゃんと守ってよ。承知いたしました。一人の武人として道系の根を抱かせには折れませぬ。そんなにね、足りなかった。俺今日食べ当番だ。待ってくんない。あった、ついに決着です。今日も激しい戦でしたね。それではまた次の戦でお会いしましょう。私の魂は秀吉様と共にある。だから私は何一つ失っていない。半兵衛様から町の指示が出てんのは知ってますけど、